宮越光弘は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。内閣府特命担当大臣、内閣総理大臣補佐官、農林水産副大臣、農林水産大臣政務官、内閣府大臣政務官、衆議院農林水産委員長、富山県議会議員、自民党タバコ議員連盟副会長等を歴任した。富山県黒部市生まれ。 黒部市立石田小学校、黒部市立白高中学校、富山県立桜井高等学校卒業。高校卒業後、京都大学法学部に入学するが、1974年に中退。在学中、家業の石材店を営む宮古市工業所に入社。1981年より、社団法人黒部青年会議所理事長。 1983年、富山県議会議員選挙に立候補し初当選。以後、1998年まで4期15年間、富山県議を務める。1996年、富山県議会副議長に就任。1998年、富山県議を4期目の任期途中で辞職。十広市衆議院議員の死去に伴う富山肉補欠選挙に、 自由民主党公認で立候補し、初当選した。以後、富山2区で8期連続当選。2002年に第1次、小泉内閣で、農林水産大臣政務官に任命される。2002年10月、自由民主党法務、実地関係団体委員長に就任。2003年に第1次小泉第2次改造内閣で、内閣府大臣政務官に任命。2005年の、 第3次、小泉内閣では、農林水産副大臣に任命され、第3次、小泉改造内閣まで務める。2007年、衆議院農林水産委員長に就任。2009年の、第45回衆議院議員総選挙では与党に、猛烈な逆風が吹き荒れる中、富山2区で、社会民主党の新人を3万病町の大差で破り、5戦なお、 宮古市の初当選以来、富山2区では、自転以下の候補は一度も比例復活していない。2014年9月、自由民主党 TPP 対策委員会の委員長、代理及び、事務総長に起用された。2015年10月の、第3次安倍第1次改造内閣の発足に、際しては、所属する、高知会会長の岸田文雄外務大臣が、 安倍晋三首相に対し宮古市の入閣を求めていたが、起用には至らなかった。2017年8月3日、内閣総理大臣補佐官に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、社会民主党の新人を6万病町の大差で破り、8000。2018年10月、第4次安倍改造内閣で、 内閣府特命担当大臣として初入閣し、一億、総活躍、行政改革、国家公務員制度などの職務も兼務した。富山県選出の国会議員として2006年以来の大臣となった。2020年9月、自由民主党組織運動本部長代理に就任。同年11月、 2020年富山県知事選挙で現職の石井隆一の選対本部総括責任者を務めていたが石井が敗北した責任を取り県連会長を辞任した。2021年年内に予定される第49回衆議院議員総選挙に休選を目指し出馬の準備を進めていた。5月自由民主党所属で富山県議会議員の上田秀俊氏が 富山2区からの出馬を検討し、保守分裂選挙となる可能性が取り沙汰されたが、前年の県知事選挙に続き保守分裂選挙を避けたいとした上で5月26日に会見で次の衆議院議員総選挙への立候補を取りやめ、政界から引退する意向を示した。大臣就任直後の2018年10月18日、宮古氏が代表を務める自由民主党と山県、 第2選挙区支部が関西電力発注の送電線工事で談合していたとして2014年に厚生取引委員会から行政処分を受けた地元企業から2014年から2016年までに計36万円の献金を受け取っていたことが発覚した。宮古市は翌19日の会見で受け取った献金について返金すると説明した。 2018年10月24日、宮古市の講演団体である宮古市光弘講演会の政治資金について、2014年から2016年までの3年間で、首都不明金が3384万円に上っていたことが発覚した。これは、講演団体の全支出の7割を超える金額だった。宮古市は、翌26日の会見で、法令に従って、 適正に処理していると述べた。2018年10月25日付の文春オンラインは、全裸でピンポン現職大臣の実名、議員宿舎で勝手に他議員宅の風呂に入り、林家の呼び鈴を、と題して、宮越が2007年に赤坂の議員宿舎内で酒に酔って他人の風呂に無断で入り、下着姿のまま別の部屋のインターホンを押したなどと報じた。 宮古市は10月30日の会見で記事は承知していると認め深く反省をしご迷惑をおかけしました方々には改めてお詫び申し上げたいと謝罪した。2020年12月25日政府が新型コロナウイルス感染症対策として忘年会や新年会の自粛を呼びかける中宮古市自身は富山市内で漁業関係者33人が出席する 懇親会に参加しており、酒を飲んで転倒し救急搬送された。富山県内でも、新型コロナウイルス感染拡大警報、富山アラートが発令されている最中であったこともあり、宮古市は、コロナ禍での主席に参加したことについて、申し訳なかったと述べている。2021年9月17日、自民党総裁選に立候補した、岸田文雄の出陣式にオンラインで出席中。 議員会館の執務室で喫煙をしていた。2020年4月から施行された改正健康増進法により国会や議員会館は原則屋内禁煙とされており違反者には30万円以下の罰金が課される。宮古市は喫煙の事実を認め長時間だったので、すいませんと述べている。ありがとうございます。